ついに逮捕警察じゃないから無視して大丈夫と三浦瑠璃夫妻が起こしていた2つのトラブル3月7日東京地検特捜部は業務上横領の疑いで国際政治学者三浦瑠璃氏の夫である三浦清志容疑者を逮捕した清志容疑者が横領したとされている額は実に4億2000万円に上る 清容疑者が代表を務める会社トライベイキャピタル、は今年1月に特捜部の強制捜査を受けていた2月にフライデーデジタル、では清容疑者とルリ氏が起こしていた2つのトラブルについて商法その内容をいかに再録するその一方を耳にした時三浦清志氏は激怒した基本無視すればいいだけど また何か言ってきたら、社員だ、広告塔だ、って説明する。それでもまだ何か言ってくるなら、俺はやつらと全面的に戦うよ。その怒りは、妻で国際政治学者のルリ氏と共に築き上げてきた生活が、捜査機関によって踏みにじられたことから湧き上がったものなのか。三浦夫妻をめぐっては、東京地検特捜部が1月。 太陽光発電事業を手掛ける清志氏の投資会社トリベイキャピタル以下トライベイの東京・永田町のオフィスなどを家宅捜索これを受けて瑠麗氏がレギュラー出演していたテレビ番組を相次いで欠席すると政府の有識者会議で太陽光発電事業を後押しした瑠璃氏の過去の発言なども問題視され2人の動向に注目が集まっていたただし 三浦清志んがあんな風に怒っていたのはもう3年も前のことですその日彼のオフィスが入るビルの管理会社から建物内で生き物の持ち込みや飼育は禁止されていると注意を受けた彼と瑠璃さんが飼っている2匹の猫は家族同然でオフィスにも毎日のように連れてきていましたからそのことを咎められて反発したのです 従って冒頭の清志氏の言葉は今回の捜査とは直接関係ないのだが渦中にある人物の人間性が垣間見えるエピソードと言えるここで清志氏の言い分を補足しておくと相棒たちは動物ではなく自分たちにとって社員であり広告塔でもあるのだからペット禁止のルールは当てはまらないというのだ広告塔というのは ルリ氏が代表を務めるシンクタンクでトライベイのオフィスと同住所にある山猫総合研究所以下山猫のシンボルだという意味だろう驚くべき理屈だが実はこうした考え方はルリ氏の言動からも見て取れるそれは三浦夫妻の会社が揃って入居するこのオフィスをめぐる一連のトラブルに現れているのである 三浦夫妻が悪質なのはルール違反を通知されながら現在に至るまでオフィス内でのペット飼育を改める素振りすらないところにある関係者によると管理会社からペットを持ち込まないよう注意を受けたのはオフィスに入居して半年ほどたった19年秋までに複数回あったまた空調の状態を検査するため トベイ米のオフィスにはメンテナンス業者が定期的に立ち入ることがあったが三浦夫妻はその都度、猫たちを瑠リ氏の個室スペースなどに隠していたというその上で清志氏は次のような発言もしているあいつら管理会社だってこんな使いにくいオフィスの借り手に出て行かれたら困るだろう 瑠璃にレオ、愛病の名、たちの写真をバンバン撮ってもらって、既成事実作って、管理会社には文句を言わせないようにしてやる。こうした清志氏の意を組んだのか、瑠璃氏の SNS は、直近のものも含めて、オフィスと見られる場所で撮影された愛病たちの投稿であふれている。さらに、 昨年2から3月に読売新聞に連載されたルリ氏の記事では猫たちをオフィスで飼育していることを悪びれずに語っている我が家にはベンガルのレオオス3歳とラグドールのジーナメッス1歳という2匹の猫がいます毎日自宅から一緒に通勤し仕事場で自由に過ごさせています管理会社に話を聞くと このオフィスビルについて、館内規則で、動物を持ち込んだり、飼育したりすることはお断りしています、広報室、と確認できた。一方で、ルール違反を続けているトライベイやヤマネコが何らかのペナルティを受けた形跡はない。清志氏の言う、既成事実化、がこうを奏しているようなのだ。オフィス使用をめぐる三浦夫妻のトラブルはまだある。 その証拠が、上に示した写真である。ルリ氏に近い関係者によるとこの毒 BMW の高級 SUV はルリ氏と清志氏が共同で使用しているというその SUV のフロントガラスに駐車禁止を示すカードが挟まれていることがわかる ルリさん達が出勤してオフィスが入るビル正面の共用スペースに車を停めると一日中動かさないことも多い共用スペースなので駐車するのは自由ですが一日中となると荷物の搬入に来たトラックなどが使えずに困ってしまうそのため管理会社から良識の範囲で使用してほしいと求められることがよくあったルリ氏に近い関係者 管理会社からの要請は、写真のようにカードが置かれることもあれば、担当者がオフィスを直接訪ねてくることもあり、その回数はこれまでに10回以上に上った。にもかかわらず、瑠璃氏は次のように言い放つこともあったという。あれ、共用ススペーのの適正仕様の要請、を言ってくるのは管理会社であって、警察ではないから無視して大丈夫。 政府の有識者会議にも引き立てられた人気コメンテーターは、モラルハザードを気にも留めないのである。オフィスでのペット飼育や共用スペース使用の実態、発言内容の審議について、三浦夫妻のそれぞれの会社に質問状を送ったところ、トライベイは担当者が帰宅してしまったのでわからない、と答えた。山猫は回答できかねるとした。 質問状を送付するにあたり、それぞれの会社の異なる代表番号に電話したが、対応したのは同じ女性従業員だった。以下は、ネチズンのコメントをまとめたものです。ずっとなんでこの人がテレビで偉そうにものを言うのか不思議だったけど、利権がらみだったのね。納得やはりテレビなんか見るべきじゃないわ。分譲マンンションでもそうだが、 ペット禁止と謳っても罰則等はなく本人に委ねるしか方法がないしかしオフィスビルでは聞いたことないどっかのネジが外れてるんだろうずいぶん前から念入りに調べた上での逮捕完全に容疑が固まったから逮捕したんですよね夫の逮捕の影響で三浦さんのテレビコメンテーターとしての復帰は完全に閉ざされたのではないかな あと彼女の発言が視聴者にそれほど有益な発言ではなかったってこともバレてしまったと思うペットを家族扱いするのは全然理解できるし別にいいと思うでも禁止なのを無視して既成事実にしてうやむやにって人としてもモラルを疑うこういう人が増えるともっといろんな規制が出てくる ルールを守ってる人に迷惑がかかるって思わないのが何とも直接的にも間接的にもそういう迷惑を振りまくのっていけないことだと思う自分でビルを所有して好きにするふんにはいいけど持ち主の意向を無視して人の優しさの上に小座を書く人は今後ますます増えてくんだろうな 世の中のことをものすごくよく知っていて、それを整理して論文や講演で発表する能力はずば抜けているのでしょうけど、結局、机上の論理。ずっとエリート扱いで失敗もしてきていないでしょうから、今回はプライド維持するのに大変です。